車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。実はですね、今日何本目なんだっていう話なんですけれども、おそらく最後の今日はですね、収録ということで、今日もですね、アヘッドの在庫車紹介を行っていきたいと思います。今回の車はですね、インプレッサー WRX-STI でございますということで、こちらね、ハッチバックの GRB 型のインプレッサーでございます。この車のポイント、フルノーマルなんですよ。フルノーマルで、ヘッドに入ってきてからですね、定番のここのボンネットのね、ダクトのところと、こちらリアスポイラーね、ここって、樹脂製なんですけど、樹脂製のもの結構ね、塗装弱いんですよ。紫外線の影響を受けやすくてクリアハゲが起きてたので、これに関しては塗りました。はい。そしてですね、こちらの車今ね、12万キロ弱走っているんですけれども、クラッチ交換してあります。はい。というわけで、あとはね、ちょっとタイミングベルトをどうするかっていう話はね、距離的にはあるんですけれども、フルノーマルの状態でなかなかね、今 GRB のインプレッサも弾はね、少なくなってきてますから、ぜひね、この機会に、ご検討いただければなというところでございます。とこれね、多分珍しいと思うんですけど、パワーシートなんです。これパワーシートです。でね、このね、ハーフレザーのシートもすごくね、ホールド感もあって、長距離とかの移動も全然疲れないです。はい。であとはね、ナビがついてますし、 ETC もついてますしっていうところと、あとね、内装のね、状態がね、すごくいいです。すごく綺麗です。特にね、こうやれてる感じとか、どっかね、その塗装のハゲとかっていうのもほとんどなくて、かなりね、いい状態を保ってる車両になります。さあ、エンジンをかけてみましょう。はい。このね、シフトのね、グラグラとかもないですし、かなりね、こう接続感のあるこのシフトフィールでね、運転することもできますので、状態としては内外装を含めていい状態なのかなというふうに思います。いい音がします。ノーマルでもね、これだけいいね、音がしているので、ノーマルでも楽しめますし、さらにね、自分でいじるもよしということで、この GRB 型に関しては、荒井弘樹特製 ECU セッティングも実施可能ですので、ぜひね、そこも含めてこの車はね、御納車までにご要望いただければカスタムもさせていただきますので、ぜひご検討いただければなというふうに思います。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。はい。というわけでね、内外装も見てきたわけなんですけれども、そういえばね、後部座席見てませんでした。ハッチバック型なんでね、結構後ろも広めだと思いますよ。あ、広いです。足も入るし、拳も1個半ぐらいかな、入りますね。十分ね、後ろもスペースはあるような感じですね。これね、真ん中ね、非常置きもありますし、これは後付けですけど、ドリンクホルダーなんかもついちゃったりしてますということで、あとはね、ハッチバック型なんで、トランクとね、つながってます。こうやってね、倒しておけば、広いです。はい、もうこの通りです。かなりね、フラットに近いです。若干段差ありますけど、かなりね、広いので、これね、斜めになったらそれなりに人間も横になれそうな感じの縦の長さもあります。あとはね、ここの開口部も広いので、それなりにね、大きいものも積めますし、サーキットなんかね、遊びに行く人はタイヤなんか積んだりとか、いろいろね、あとはね、中古で物を部品ね、取引したい人乗りますよ、部品。はい、おすすめでございますということで、あとね、黒のね、 GRB のインプレッサもそんなにね、やっぱり球数ってないので、
まあね、黒いインプレッサをお探しの方はね、ぜひねご検討していただきたいなというふうに思っております、はい、あとねタイヤの溝十分にありますから、まあ、このままのね状態で乗るもよし、ハイグリップタイヤ履くもよしということで、まあ、そこはね選ぶお客様にぜひねこういろんな形をねご提案していきたいと思うわけなんですけれども、まあ、エンジンルームなんですけれども、まあ、結構ね綺麗な方だと思います。まあ、正直ね一部ちょっとねパイプ類とかね硬くなってきてるなっていうところはあるんですけど、やっぱりね年式とか距離を考えるとやっぱりしょうがないかなっていうところはあるので、まあ、そこはねリフレッシュの相談も受け付けておりますので、まあ、ぜひね今ね純正部品ね毎年毎年ね 10% ずつとか 20% ずつとかね上がってきてるので、そのあたりもねぜひね早めにご相談いただけると、よりねいい状態のインプレッサー保つことができますから、そこについてもねご相談いただければと思います。ノーマルということで、まあ、本当にねカスタムの楽しみをこれから思う存分にできる、そんな一台となっております。2009年式で11万8000キロ走っております。こちらのインプレッサーなんですけれども、総額180万円でご案内をさせていただいております。まあね、このまま乗るもよし、新井弘樹に ECU の相談、スバルらしいねチューニングの相談するもよしということで、さまざまな形でですねアヘッドモーターサービスとしてご提案をさせていただければと思いますので、お問い合わせお待ちしております。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはねテリー氏の車の話で、ね、そうですね、番組にもねたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひねふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。